どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はブリティッシュエアウェイズのスーパーセールが出ましたんで、こちらを紹介していきたいと思います。で、このブリティッシュエアウェイズの今回のセールなんですけども、ブリティッシュエアウェイズのマイレージサービスであるアビオスっていうマイレージサービスがありますよね。まあ、そちらを使うと、東京からロンドンまで片道9750マイルで行くことができます。いや、これすごいセールですよね。先にね、キャンペーンの詳細言っちゃいますね。期間が2019年11月の7日から、11月の21日までに、予約完了が必須というキャンペーンですので、11月の頭ということですんで、あと10日ちょっとぐらいしかないんですよね。ですので、まあ、利用する方はね、早めに発見されるようにしてくださいね。搭乗期間が11月の7日から来年2020年の4月30日までとなっておりますんで、まあ今11月の頭ということですんで、丸4ヶ月ちょっとぐらいしかないんですよね。ですんで、まあこの区間だけ東京、ロンドンが9750アビオスで片道行けます。で、まあ往復だとですね、19500アビオス。いや、だからまあ簡単に言うと2万マイルで東京、ロンドンが往復できるっていうことなんですよね。いや、これすごいですよね。うん。ANA でも多分8万マイル以上かかると思うんですよね。それがまあ2万マイルで行けるってやっぱりすごいですよね。さすが。まあこのブリティッシュエアウェイズっていうのは、もともとまあブリティッシュっていう名前からまあわかると思うんですけども、イギリスのね、航空会社なんで、本当に、ロンドンがメインの、会社となっておりますんで、まあそういう意味でもね、まあ一番セールしやすい路線なのかもしれないですね。で、今回のこの 50% オフ、まあ必要マイル数が 50% オフになるキャンペーンなんですけども、対象がエコノミークラスとプレミアムエコノミーだけ 50% オフ。で、ビジネスクラス、ファーストクラスは対象外ですんで、一応割引あるんですけど、本当に 10% オフとかなんで、まあ、基本的には、エコノミーかプレミアムエコノミーがおすすめとなっております。で、ブリティッシュエアウェイズはですね、片道発券も OK ですし、発券する相手が別に自分じゃなくても、家族の方、もしくは、お友達とかね、の方も OK ですんで、お友達と一緒に行こうみたいな感じで発見することも可能です。で、今回のね、この路線は、成田発だけではなくてですね、羽田発もありますんで、これやっぱり大きいですよね。私としては本当に乗りたい。っていう感じですね。で、この9750アビオスなんですけども、まあ、先日ね、ブリティッシュエアウェイズのキャンペーンの動画で、まあ、一回お話しさせていただいてるんですけども、JAL のね、特典航空券をブリティッシュエアウェイズは発券できるんですよね。まあ、それというのも、その JAL と、ブリティッシュエアウェイズは同じグループに加盟していることもあって、ブリティッシュエアウェイズの、マイレージサービスのアビオスで、JAL の特典航空券がね、発券できるんですよね。片道。だいたい6000マイルからできるんですけども、まあ、日本国内の移動が、まあ、6000マイル。でも、東京から、ロンドンまでが9750マイル。って考えると、まあ、このお得感やっぱすごいですよね。まあ、ぜひね、利用される方はね、狙っていただきたいと思います。で、今現時点でね、ブリティッシュエアウェイズの、このアビオスっていうものをある程度ね、保有されている方はね、今回のキャンペーン向けかなっていうのは個人的な、まあ、印象ですね。というのも、ブリティッシュエアウェイズのこのアビオスっていうマイルは、まあ、購入したりとかね、することもできるんですけども、まあ、何せ、予約期間が、11月の21日までで、まあ、搭乗期間も2020年の4月の30日までっていうこともありますんで、まあ、どんどん座席数はね、今現在まだありますけども、どんどんなくなっていくと思いますんで、まあ、せっかくアビオスに変えて、よし、発見しようと思ったら空席がなかったみたいな感じになると、まあ、それはそれでね、もったいない話にはなりますんで、まあ、今現時点で、ブリティッシュエアウェイズの、アビオスね、ある程度保有している方はね、ぜひ積極的に狙っていただきたいなと思います。で、最後にですね、この
ロンドンのこのヒースロー空港、まあ、なんですけども、あの税金が高いんですよね。まあ、これも結構有名な話でですね、税金が高いまあ燃油サーチャージ等々の、まあ、お金だと思うんですけども、高いんですよね。でエコノミークラスで発券した場合で、だいたい4万円ちょっとぐらい取られるんですよね。高いですよねですけども、これも往復で取るとですね、まあ、このぐらいかかっちゃうのはもうどうしようもないんですよね。で、まあ、一つ避ける方法としては、まあ、片道東京ロンドンをブリティッシュアウェイズ9750マイルで、まあ、発見して、まあ、帰りを、別の都市、まあ、フランスとか、まあ、他の国とか他の都市に行って、JAL の特典航空券で片道発券で帰るみたいな感じで組むと、まあ、この高い税金を避けることは、まあ、実質的にはできるんですけども、まあ、おすすめかどうかっていうと、まあ、それをね楽しめる方だったらもちろん OK だと思うんですけども、まあ、ロンドン初めてで、まあ、十分楽しみたいっていう方は、まあ、この4万円を払ったとしても、まあ、ANA で言ったらエコノミークラス往復で、まあ、14万円かかりますんで、まあ、それを考えると、まあ、十分安い、まあ、十分お得だと思うんですよね、個人的には。ですので、まあ、初めてね行かれるっていう方はぜひね、ブリティッシュアウェイズのアビオスで、まあ、往復される方がいいんじゃないかなと個人的には思います。いかがだったでしょうか。今回はブリティッシュアウェイズのスーパーセール、東京ロンドンヒースロー空港まで片道9750アビオスマイルでね行けることができるっていう、キャンペーンの紹介でした。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で私のツイッターですね、普段の私生活から、まあ、普通のことまでつぶやいてますし、ポイントサイトの案件とかもねつぶやかしていただいたりしておりますんで、もしよかったらフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で私のこの動画のチャンネルではですね、もともとは ANA マイル、ANA のこと、ANA の、マイルを貯めるポイントサイトのね、運用なんかもね、紹介させていただいたりしております。最近はね、各空港会社のね、マイレージサービスのキャンペーンとかもね、紹介させていただいたりしておりますし、マリオットボンブ、宿泊レビュー、飛行機の搭乗レビュー、お得情報、クレジットカード、あと私の大好きな街、ニューヨークの紹介なんかもね、させていただいたりしております。もしよかったらぜひ。チャンネル登録していただいて、見ていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。